はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3魔界に来たところですね。魔界も体験させてくれるのか。とりあえず骸骨剣士がうろついてるんで、骸骨剣士にちょっかいを出しましょう。一応指揮はあるね。お、気づいてない。ちょっと待って待って、オート戦闘のまんまだった。ギラ、これちょっとこのままスカウトしよう。今だ。 25% か、4分の1くらい。失敗、機嫌は悪くなりました。カブト割り、ドルマン効くの？6全然効かねえじゃん。闇に闇は効かないよな。いやでも骸骨剣士強い。骸骨剣士っていうか骸骨だし、その分経験値もいいもん持ってんな。一応闇の世界っていうか魔界か、魔界にもね闘技場があって、一応それを目指してるっていう感じなんだけど、こいつもいるな。名前がわからん。シールドこそ防御力は高そうだな。行け。これ今更だけどレベル上がると全開するシステム。ドラゴンくん結構減ってたと思うんだけど。こいつ膝蹴りした。おいいね。このまま進んでいけばよいかな。骸骨が出てきた。ちょっと待って、一回スカウト、スカウトしてから戦おう。げっ、 20% しかいかない。ほら燻製肉やる。だから仲間になれ。今だ。それでも27。やった、燻製肉使った甲斐があった。共に行くぞ。え、どうしよう。骸骨仲間になったとはいえアンデッド。スキル毒攻撃、ザキ、メガンテまである。闇ガード、まあ一応控えには入れておくか。誰と交代するって言われたら、じゃあ一角ウサギと交代するか。シールドこそどうなの。肉は使わず、全然骸骨よりダメだ。諦めろ。もうちょいレベル上がってくるんでしょ。とりあえずはもうこいつらのメンバーだな。ずっとドルマ使ってるけどさ、ここら一帯の敵ドルマどうなの。リップスがいる、倒すけど。ドルマ効くね。ギラで倒せるでしょ。これさ、なんかでかい個体とさ小さい個体がいるんだけど、なんかスライムもそうだったんだよね。これなんかこいつでけえとか思ったけど、まあ何事もなくレベルも上がる。10レベルくらいまでだったらスムーズにいくかな。ヒットポイントめちゃくちゃ上がったな。ドラキん、次欲しいのって言われたらもうドルクマくらいしかないからな。マジックパワーアップとか、本当にマジックパワーばっかだな、あかんの。まあちょっと置いとくか。やべえやつがいいんだけど、
え、やばいやばい、見つかったし、しかも絶対無理でしょう、逃げよう。さて、お城について、また闘技場かな。つまり G クラスで優勝すれば、このエリアの魔物が仲間になりやすくなるみたいですね。え、じゃあ早速やってこう。よし、行くぜ。 G クラス10円。冬のモンスターだな。ま、ここはボートで任せるしかないんで。雪だるま、スノー、こいつはスライムタルゴ、稲妻切り、痛い。しかしギラ、いや、いいね。全員減らせられるのはいいな。スクルト唱えてきたってことは呪文がいいな。35、やはり火力が高い。ドルマ、冷たい気使ってくるか。え、強いんだけど、ギラより強い。いや、硬くなってる。でもまあ全開するからね、大丈夫。死ぬ、1、瀕死だ。骨シリーズ、なんかバキ覚えるやついたから、そいつ変えるのもいいけど、でも誰と変えるっていう感じなんだよな。こいつドルマがだって火力高いでしょ。でスラリンはメラで生きつつ、まあ、ピンチになったら恋み唱えられるから。でこいつギラがあるでしょ。でと泥人形だけど、泥人形、まあ、別に普通に攻撃力高いか今思ったけど、なんか最初に選んだモンスターだから若干の愛着だけで使ってる感な。あ、眠ってはないか。よし、何の特技もないかな。まあでももう死ぬ。ホイミ使えるのって今スライムくらい、あと切り株お化けが使えるんだっけ、スキル振れば。鉄壁らしい、みんな硬そうだ。ミステリードールもいるよ。スクルトやっぱり欲しいな。ミステリードール、カラクリエッグ、デスソーサー、ランタン小僧、頑張ってくれ。10、ドルマがどんだけ効くか。19か、アサシンアタック、死ぬ。死んだ、マジで。これは痛い。よしよしよし、危ねえ。ちょっとこれスライムやられたのがマジで。ギラ、これ負けたら最悪、泥人形交換だな。おー、危ない危ない危ない。もうあと攻撃するしかないもん、こっち。ギラで誰か倒してくれ。よし、2人倒した、これはでかい。で、ドラキ早い、マジで。うわ、危ねえ。でもこれはいけんな。バーストモード、発動するもなく終わった。いや、でもなんとかなった。いい試合だった。名前が知れ渡った。このエリアのモンスターが仲間になりやすくなった。お、黄色のトラベライト手に入れた。また新しいとこ行けんのか。マタンゴがいる。ちょっとこいつどれだけ仲間になりやすくなってるかだけ確認しよう。ちょ待って、また攻撃しちゃったよ。フェアリードラゴンが散ってった。2人寝たよ。え、これスカウト攻撃できる？なんかできなそうだから倒そう。泥人形どうやって寝てんだよ。レベル10。じゃあ、あそこにフェアリードラゴンいるんで。しかもいきなり襲いかかってきたし。
まあ、どっちでもいいんだけどな、シールこそでも。フェアリーストラップ。今だ。あー、50くらいまで行くようになってるか。スカウト失敗したけど、怒ってる。怒り状態。マヌーサ。14。あ、スカウトできなくなってる。もうお前らは死んでいい。ドラキがちょっとやばい。素早さの種ゲットした。これで新たな場所へ行けるようになった。はてなはてなはてな。え、そのまま？まあ行ったことないからか。おお、配合について知りたい。でもレベル10以上じゃないとダメみたいなんで。今だって超とてもあれか、泥人形とスラリンがレベル10か。まあ10くらいまでだったらここら辺でそんなに時間かからず上げられそうだけど。よし、ちょっと外へ出てみよう。煉獄峠、怪しい影がいる。あ、メラゴーストもいるじゃん。メラゴーストにメラ効くの。ドルマはめちゃくちゃ効く。14。そしてメラは7か。ギラはどうなの。あんまり効かない。いいね、強い。ザキ、あぶね。なんかさ、一撃死するやつ使ってくるようになったのはだいぶ早くないか。即死魔法とか。ドールマンの力を見よう。いいね、こんだけ経験値入れば、まあ10レベルにはしやすいよね。ああ、これはホイミスライムちゃんじゃないか。普通にホイミスライムは欲しいな。回復要因としてどこまで覚えるか。あと配合した時にどう引き継ぐかだよね。いや、ギラいいわマジで。泥人形どうしよう、変えようかな。花巻ドラゴンも10レベルになったな。ちょっと入れ替えで羽スライムと泥人形を変えて、でそこからスキル割り振りでつむじ風でバギまで覚えさせよう。よし、これでちょっと頑張ってくれ。ランタン小僧とかいうの出てきた。いけバギ。まあまあまあいいんじゃない。これとギラだから組み合わせれば、ギラ打ってくんねえし。完全になんかもう呪文パーティーだな。全員呪文で攻めてる。5、たぎる。ここでギラ対。いたずらモグラタフになってんな。とりあえずガンザンの村ガンドラ、マスカルの話を聞いてくれ。みんなモンスターだ。奥にいるマスカル、宝箱見えるんだけど、いや取れないな。大ネズミじゃないか。お、なんかマグマがだいぶ和らいでんな。晴れだから
スライムベスがいる。ベスはどうなの？なんか普通に仲間にしやすそうな気はするけど、激アレの世界。ザキ！危ねえ。強いぞ、ベス。いけ！はっ！全然ダメじゃん。やはり流しで渡ってないからか。痛い。だいぶ不利な状態からのスタートになったな。いけ、バギーからの、やばいやばいやばい、ギラ、誰も倒せん。しかしゴリ押す。よし、痛いからのバギースライムベースが強い。やられた。いや、スカウトはなかなか難しいな、やっぱり。ちょっと配合してみよう。親モンスター、あれ、これオスとかメスとかある？そういえば。じゃあとりあえず花巻ドラゴン、てかもうあれだな、泥人形いらん。ん？どういうことこれ、なんか生まれる子供、あ、選べる、ある程度。ちょっとこれでじゃあ、あ、こいつ欲しいっていうのがあれば、うん、特にあれだな。金色のものは特殊な組み合わせ。でもこれこうやってさ、一覧で見れるのはいいね。あー、ソードドラゴン的なやつが今のところ良さそうかな。一角竜か。いや、でも待てよ、賢さが全然ないな。ギラとか引き継いでもなんかしょうがなさそうだしな。うん、悩むね。お、スライムとこいつでドラゴスライムが仲間にできる。でも賢さあんまり良くないんだけど。え、でもなんか欲しい。素早さめちゃくちゃ高いな。作ろう。決定。3つスキルか。選んだスキルポイント半分に、選ばなかったスキルも半分だけポイントが戻ってきます。どういうこと？え、息吹、息吹はちょっとやろう。スラホースも欲しいよね。え、光の心どうする？ギラ、いや、でも息吹があるんだったらいらないか。一応素早さアップにしとこう。ここで配合する。完成、ドラゴスライ。ちょっと素体がいないんでこのくらいか。一体引っ張ってこよう。どこでどっから引っ張ってくんだこれ。預かり所あった。誰かを引っ張ってくる。ちょっとアントベアね、なんかいいのがいたんだよな。骸骨と一旦交換して、骸骨ここに入れよう。よし、ちょっとこれでいきましょう。ドラゴスライムめちゃくちゃレベル上がるんだけど。あ、なるほど、これでまたスキルポイントが手に入るから貯めてくってことか。もともと配合したやつはだってポイント半分あるもんね。 OKOKOK。 冷たい息までは欲しいな。10、言っちゃえばさ、攻撃力プラス4も欲しいんだけど。まあまあいいや、とりあえず。これで、一回覚えて、で、ホイミも覚えておこう。素早さアップか、先制取れるの良さそうだな。5ポイントか。ああ、なるほど。配合でこれどん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 、ポイント貯めていく感じね。だってまだ23ポイントあるもんね。
ちょっと素早さ4も使っちゃおう。で、火炎の域が85、氷の域が100か。了解です。ドラゴスライムいいね。あ、洞窟入ったところで終わったわ。体験版で遊べるお話はここまでです。なるほど。製品版では体験版で仲間にしたモンスターを引き継がせたり、冒険の続きセットがもらえます。続きから。あ、ちゃんとモンスターはいるね。で、一応モンスターなんかね、8体引き継げるらしくて、で、ただね、レベルとかは引き継げなくて、本当にモンスターを引き継げるっていう感じなんで、まあ、体験版までに、まあ、いろんなモンスター揃えて、連れていく8体選んでおきましょう。体験版の間にね、あの製品版出たら、持ってくモンスター8体、選んで、ドラゴスライムは持ってきたいよね。で、魔界の初級のところで全然仲間にしてないから、まあ、配合もできるようになったから、モンスターの幅はだいぶ広がると思うんで、まあ、今回はじゃあここで終了して、まあ、次回はちょっといろいろ配合とかもやってみて、まあ、連れてくモンスターを決めるっていうことで、体験版はじゃあ次回で終了していきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。